最近あったきらめいたことは花火した。位置についてよーい、ワンツーワンツースリーフォー、サンドリーオンザレイディオ、楽しんでいこうね。あなたも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 みんなラディオ、理由なんていらないよ、ついてきてほしいの。約束ね、19時に集合。皆さんこんばんは、小峰亜美です。皆さんこんばんは、小山桃江です。2人揃ってサンドリオン。はい、この番組は声の力で世界にきらめけをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送では初の冠レギュラーラジオ番組です。はい、サンドリオンザレディオ72回目、イエーイ。夏の夏です、はい。今週と来週は小峰亜美と小山桃代が担当いたします。はい、またまたね、お知らせしておりました黒木ほのかさんはちょっと若干の体調不良で、今回は念のための大事を取ってお休みになり、小山桃代ちゃんが代打で小山桃代ちゃんが代打で来てくれました。ほのけ任せなさい。ちょっとね、あのサンドリオン のグループラインでさ、めっちゃ私たち今ボイスメッセージやり取りめっちゃさ、そうちょっと目を離した隙にサンドリオンのグループラインがなんか20件とか30件溜まってるんだけど、全部ボイスメッセージだから大変大変、聞くの大変、溜まったら聞くの大変なんだから、こうやって全部一個一個聞いて、なんか こちらは今稽古中です、皆さんは元気ですかみたいな、初中見舞いみたいなボイスメッセージで送って、めっちゃ続いてて、私が家帰ってきて全部聞いて、私は今お風呂に入っていますよって言ったら誰からも返事来なかった。もう終わったんよ、流れ終わったんよ、誰からも返事来なかった。まあね、でもね、ほのけね、もうあのボイスメッセージを送ってくれる元気はあるので、もう念のためなのね、念のためなので、はい、またご安心ください、はい、皆様。ちょっと萌ちゃんは連続になりますけど、はいはいはい、もうありがたいですね、皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、あのね、花火をしたんですよ。あ、いいね。さ、あの手持ち花火、うん、そう、花火 OK の公園でね、青春だね。そう、幼馴染とやって、うん、なんかもう小学生からの幼馴染 M ちゃん、うん、窓か、あ、M ちゃんでしょ。そうやってて懐かしいなとか言って、うん、でまあ、うちの家でトランプゲームとかもしてた、うん、もうすごい平和な、うん、やってて、うん、で2人で七並べ線ってなって、うん、七並べ線って、うん、七並べ線って久しぶりに知ってた、七並べってね、2人でできないんだよ。あー、そっか、なんか永遠に起きるのかな、2人だったら。そう、大体の持ってて、ま、相手の邪魔、相手が持ってないのは自分が持ってるしね。だって相手何持ってないかとか分かるじゃん、もう、うん、そう、だから2人で順番に7から数字を並べてって終わって、え、今の何やったってなって、すごいし、ね、みんなね、人数いないとあれなんだね、うん、調べたら3人からって書いてあった。あ、そうなんだ、余裕ってって。もやちゃんはスピード得意？もう何年もやってない。めっちゃ得意なの。あ、そうなんだ。うもうちょっとルールも忘れかけてるぐらいやってない。あ、本当？今度ちょっとサンドリオンで頂上対決決戦やりたい。あ、いいよ、スピード決戦、スピード決戦したい、うん、いいね。多分私とほのけが早いから。そうだね、アスカちょっと遅そうだね。多分4枚置いてる間に多分私たち終わってる。ちょっとトランプみんなでやりたいなって思った。確かに、ちょっともう やってみたい。自分の実力がもうわからない、やってなさすぎて。でしょ、うん、ちょっと今度トランプ持ってくから、うん、私かほのけが、うん、そうだね、うん、やりましょう。大体ほのけが持ってきてくれるから、そういうの今度やりましょう。はい、はい、ということで早速始めていきましょう。サンドリオンザレディオスタート。オンザレイディオ、改めましてサンドリオンの赤色担当小峰亜美です。緑担当小山桃江です。はい、ちょっと疲れちゃった疲れてな、帰っちゃった、大丈夫？はいはいはい、8月31日水曜日になんとなんと私たちのサンドリオンフィフスアニバーサリーライブ Going Our Way のブルーレイが発売されます。イエイ、ライブブルーレイ、ギリギリ夏、夏ですよ。夏だよね。いや、だってさ、うん、今もう9月も暑いじゃん。そうだよ、うん、
だから秋は10月からだよね。みんな多分そうきっとね間に合わないと思ってたんだよ、うん、ギリギリ8月に発売できます。ありがとうございます。やったやった。そう、その、そのライブブルーレイ の発売記念でなんかイベントとかできちゃったり、うん、リリーベとかやりたいななんて言っておりますので、うん、近々、はい、楽しみにしていてください。発表しますよ。はい大丈夫です。すいません大丈夫ないです。すいません、はい、夏バテだよね。夏バテかな、ごめんなさい、暑いから失礼しました、うん、大丈夫しっきりします。しっきり、はい、しっきりします。それではここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。全然言わんやん情報ブルーレイの後であのじっくり言えるかなと思ってあ、じゃあちょっとあ、じゃあ飲んでもらおうかな、はいはい、失礼いたします。お願いします、ラジオネームイアイダーさんからです。ありがとう。もえちゃん、あみちゃん、こんばんは。こんばんは。先日のサンドリーオンラインの T シャツが届きました。あ、皆さんの描いたイラストがとっても可愛く仕上がっていますね。4色のグラデーションを背景に4人の特徴を捉えた可愛い似顔絵がオリオン座を飾り、はい、その周りにはバケハとアメくんがちょこんといる。あれアメなんか、あれアメだっけ、あれか、あ、そうかな、猫。おしゃれでいてアットホームな感じも伝わる楽しいデザインですね、うん、また中央に浮かぶサンドリオンのロゴもドの濁点がオリオンの三つ星に合わさっていてエモいですね、うん、イラストの組み合わせ方や全体のトーンなどデザインを決めていく中でのエピソードありましたらお聞かせください。はい、そうこの間ね、先月ぐらいか、先月じゃない、先月か、うん、そう LINE ライブみんなでやった時に、はい、T シャツのデザインを考えようっていう企画をやった、ね、その場で考えたものがね すぐ届いて、すごくない、しかもめっちゃ可愛いよね。ねアミちゃんがさ描いてくれたそうあの4人の似顔絵みたいなのと、うん、なんかオリオン座と、うん、あの帽子がアスカだっけ、あの猫もアスカ、うん、かアスカの絵が散りばめられた、うん、すごいあのまずか自分の選ばれるとはあんま思ってなかったから、うん、すごいみんなの顔面白く描いてしまう、ね、いやでもねすごい特徴捉えてるよね、ほのけの鼻とか、ほのけは本当にそっくりな自信がありますいやでもすごいね、うん、あの似てる、みんなちゃんと似てる、よかった、やっぱね、そう、しかも確か多分私の意見、みんなの意見をちょっとずつ そう組み込んでて、うん、私は多分サンドリオンのこのロゴのうん、とにこの、あの、なんて言ったら、立体のサンドリオンヌに、うん、濁点が星のマークにしたいって言ってやってて、はい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 、でオリオン座は炎か、オリオン座もともと書いてた、アミちゃんだから炎はどっかにいるあ、じゃああの猫とかが炎なんかな、え違う、え炎どんなん書いてたっけ、炎のデザインが全然覚えてない思い出せない、猫アスカっぽいよね、あ帽子が炎なか、炎かな、あーかも、ね、あーちょっと全然今パッと思い出さない、思い出されないけど、でもなんかあれじゃなかった、その選ばれた、まあ、私のやつと、うん、まあなんか軽くちょっともう一人ぐらいみたいな感じだったから、うんうん、まあ大体4人の合作みたいな、えなんかさみんなで4人で案出して、うんうん、それ集結してくれた案4つぐらい LINE LIVE さんが送ってきてくれて、うこういう A パターン B パターン C パターン、うん、D パターンみたいなの送ってくれて、みんなのね、うんうん、あのマネージャーさんがどれがいいですかみたいな言ってくれて、うん、みんなでじゃあこれがいいですって言って決まったデザイン、デザインです、本当に可愛いから欲しい、うん、ね、もうあの日 LINE LIVE を見てリアルタイムで見てくれてた人しかゲットできてないから、そうなんです、超限定T シャツ、ね、もうレア超超レア超レア超超超レアって感じ、ライブにね来ていってこう見せびらかしましょうマウントマウントを取りましょうオタクにありがとうございます、大事にしてください。じゃあ次はドリラジオネームマートさんからです。ありがとう。もやちゃん姉さんこんばんは。こんばんは。ついにゴスのブルーレイディスクのジャケ写、うん、そしてゲーマーズさんでの予約ページが出ましたね。イエイ。ジャケ写はサンドリオンポーズを上に上げてるお姿、こちらはどのマネさんチョイスだったのだろうか。そしてなんと今回初の試みとなる推しカメラ導入とのことですが、 DVD じゃなくてブルーレイですからね、高画質ですよ。圧倒的高画質でソロでずっとカメラに抜かれている、そんな映像が待っている皆さんの今の心境をどうぞあ、まあでも推しカメラ、そう推しカメラ ね今回初めてつくんですけど、うん、その推しカメラ、自分の推しカメラ自分でねこう決めた曲をね、うん、そう曲を決めて、まあ、ブルーレイだけれども、まあでもそのもうライブの日に一人一台カメラがもう入ってて、そうなんです、そのマネージャーさんにね、うんうんうん、もう
見とけ手当たり次第みたいななんか、まあ、こんな言い方してないけど、うん、まあ、推しカメラ結構あの、ね、使うから、うんうんうん、どの曲使うかまだ分かんないから、とりあえず ね, ね見れる時は見といてねみたいな言われてて、うんうん、でももうすっかり忘れてたわ。忘れてた、うん、全然あんまり、まあ、見てる曲もあったし、うん、もうやっぱバラードとかになるともう見てないよね。そうだしさ、なんか何なんていうの、オープニングとか、うんうんうん、その FAQ のちょっと始まる前のさ、うん、なんかあみたいな曲あったじゃん、うんうん、まあちょっと見てない人はブルーレイ見ていただければ分かるんですけど、うんうん、FAQ 始まる前ちょっとなんかかっこいい音楽とともに入場したんですけど、その時とかさ、このカメラ見てみたいな、うんうん、あったじゃん、あったあった、推しカメラ見て、うん、そしたらまあ後ろにもカメラ目線で映るからみたいな時だけは意識できるんだけど、うん、歌って踊ってる時は見れない、見れなくてみんなのこと見ちゃうしね、やっぱ。そうそうそう、だしなんかすっごい一番後ろにさカメラ、うん、推しカメラあったから、ぶっちゃけね、あの照明とかうわーってなってるとどこにカメラあるかね、そうなんだ、分かんなくって、だからちょっと大変だったよね。大変だった。でもこう何曲ぐらいあったか、7、8曲ぐらい候補があって、 その中で第1希望から第3希望ぐらいまでマネージャーに提出して、うんうんうん、で多分そこからバランスよくマネージャーさんがね、はい、選んでくれた感じになるんですけど、でも全部チェックして、ね、うん、自分の希望は伝えて、なので推しカメラなので、だから自信あるよね。あるよ、うん、しかももう自分たちでチェックしてるしね、はい、してるんで、うん、顔面チェックしてますんで大丈夫、うん、もう結構さ時々気抜いた顔してる瞬間マジであるんだよ、なんかあれ、あのもう基本口開いてんの私後ろでこう待機してる時とかもパカーって開けてハーハーしてるから、なんかメインで歌ってる子の後ろでちょっと止まってる時とかも抜かれちゃってるからそうなの、めっちゃ真ん中だから その時ちょっとなんか目乾燥するなとか言って、あそれそれね、やってるね時とかも映ってるからね、その曲とかちょっとだけあの恥ずかし、うん、弾かせていただいて、ね、はい、はいはいはい、楽しみにしててください。はい、続きましてドリラジオネームつぶやきさん太郎さんからです。ありがとう。もいちゃん、あみちゃん、こんばんは。先週先々週と公開された悪ゲマのアモングアス、あ、うん、合ってる、合ってる、アモングアス、アモングアス界見ましたよ。ありがとうございます。濡れ衣を着させられるアミちゃん、もう最悪、またしても何も知らないほのちゃんといった感じにインポスターの方にかき回されていましたね、はい、僕はプレイしたことがなかったのですが難しそうかつ面白そうで見応えがありました。今度はお二人がインポスター側をやっているところとかも見たいです、うん、その時はうまく騙せる自信はありますか。いや、あのそのワルゲマーさんの企画でね、うんうん、アモングアスやったんですけど、はいはい、ほのけとなんかさ悪ゲマのやる前からさ結構マネージャーさんとかアミちゃんとかさ、そう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 、結構やってたよね、あの普段から一時期、ね、ずっとみんなでやったりとか、ね、そのイメージがある、そうしてって、うん、まあ、やったんだけども、うん、私結構ゲームベタっていうか嘘つけないから、うん、であと信じちゃうんですよ、なんか言われたら、だから向いてない、純粋ね純粋すぎて、うん、そうだからもうね、まあ、見てくれたら分かると思うんですけど、うん、まんまと筒井さんにやられて、うわ、騙されたの。そうだからすごい、あの何あんなお目目大きいあの笑顔ですごいちゃんと嘘をつくからサイコホラーやん、サイコホラーすぎてあ、そっか、このゲームってこうやって人のことこうやってどんどん信じられなくなって疑いの目を向けて仲良く、いや、アミちゃん結構歴長いやんアモングアス歴長いのにやっぱ信じちゃうんだよね、うん、でもやっぱあのインポスターってその人狼側なんだけど、うんうんうん、あ、狼なんていうの、人狼側、うん、なんだけどやっぱそっちの方が楽しいよね。まあね、自分分かってるわけだからね、そう、なんかもよちゃんとかをだからこう口でさ、え、今もよちゃんがさ、うん、これなんかやっちゃったよねみたいなとか言ったら、うん、萌ちゃんは絶対否定するわけじゃん、うん、でそうやって否定するじゃん、え、でもこうやってやってないとか言ってこうやってペラペラ喋ってるとか一番怪しいよねみたいなってなって周りがみんな票を入れるの、うん、はいはいはい、それで私やられたからやってないのにね、こうやって喋る人が一番怪しいんですよとか言って筒井さん、うわ、怖い、サイコホラーだー、もう信じませんから私あの人のこと、衝撃作、衝撃作今度やってみる、うーん、どう、え、でもアスカ意外とやっぱそういうのうまそうじゃない、あー、あんま喋んない、確かにあんまり喋んないと情報が少ないから、そう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 、なんか疑うこともなんか信じることもなんかね、うん、こう、ま、違うかみたいな、情報少ないしなみたいな、しかもアスカがなんかやってないって言ったらやってなさそう確かにアスカは嘘つかないだろみたいなね、でそういうとこだから損だよね、私やってないって言ったら、いやいやいや、そんなことない今度やってみよう、みんな今度じゃあ4人でやってみよう私はアミちゃんを信じるから本当、うん、
まあでもちょっと演技派なので演技派なので、桃代さんも怖いですよやったことないからさそうだね、確かに。そうそうそう、人狼もあんまり経験がなくて、そんなに。あ、人狼ね、昔やったよね、みんなでね、だからね、ちょっと下手かもしれないな。確かに、やってみよう、うん、はい、じゃあ次ラジオネームラッテさんからです。はい、ありがとう。お二人ともこんばーん。はーはーチェキを取る機会が増えてきたところで、チェキホルダーやチェキアルバムをグッズとして出すのはいかがでしょうか。はい、単純に私の使っているものが一般になったので欲しいだけです。ご検討お願いいたします。あと、たまにはスマホ通所とかも欲しいな。あーね、なるほど。え、なんかさ、なんか案出てたんだけど、なんかの理由でなんか持ち越しか、なんか今じゃないねみたいになったんだよね、今までもね。一回昔さ、なんかサイン付きっていうか、その私たちが絵を描いてファなんか表紙かなんか、プレゼントじゃない、プレゼントか、うん、そう、なんか当たった人の、当たった人のやつや、多分。ああ、そうかそうか、そうそうそう、グッズじゃないもんね、うん、なんかの理由で、そう、なんかあるんですよ。あれじゃない、もうオタク持ってるよってなったんじゃなかったっけ。チェキホルダーなんてみんなたくさん持ってる。あんまりあのみんなが買うものなのか果たしてみたいな感じになったんだよね。このご要望が多ければ検討するよね。そう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 、そうだよね。なんか特別な時とかに使いたいもんね、うんうん、こう。あとスマホツーショットいいじゃんね。昔やってたよね、うん、なんか今チェキが高騰してるらしいよ。しかもあら、チェキ自体、あのフィルム自体が。じゃあちょっと、もしかしたらありえますよ。全然ありえますね、うん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 、スマホ通信懐かしい。そうだよね、だって、うん、あのデータとして保存できるのって ね、うん、いいよね。しかもそれをさ、自分でチェキにもできるじゃん。確か今の時代ね、確か写真に印刷できる写真に印刷もできるから、できるからね。こっちの方がコスパもいいかもしれないね。あ、確かにね。もしあのその際はちゃんとあの漏れるアプリを、はい、導入していただければと思います。絶対にお願いいたします。お願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆、はい、さんたくさんお便りありがとうございました。ございます。引き続きサンドリオメンバーへの質問や相談事など何でも OK なので送ってきてください。はい、ではここで一曲、サンドリオンソロコレクション黒木ほのかでイルミネーションズ。このコーナーではリスナーの皆さんから困っていることを募集します。きっとそれは怪人のせいに違いないので、はい、我々音声戦隊サンドリオンがその怪人を倒していくコーナーです、はい、ではメールをご紹介します、はい、ドリラジオネーム
俺は悪くねえからいただきました、はい、音声戦隊サンドリオンの皆さんこんばんは。こんばんは。先日急にカバってどんな鳴き声なんだっけと気になったので調べてみると、ボー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 と鳴くようで、想像していたものと違ってびっくりしました。他にも実は有名な動物でも鳴き声がわからないものがたくさんいることに気がつき少し驚きました。これは怪人による意識操作を受けていたのでしょうか。どうか助けてください。なるほど。これは動物の鳴き声、思ってたんと違う怪人の仕業ね。ということで、確かに今回はシンプルに動物の鳴き声を当てるクイズに挑戦していきたいと思います。これ正解することに怪人にダメージ与えることができますよ。ありがとうございます。はい、鳴き声がパッと思いつかない動物と、うんうん、あとはアメリカでこういう風に表現されるみたいなのも問題に出るみたいなので、はいはいはい、なんかね、なんとなく、あーちょっと思い出せないけどあるよね。あ、クックドゥドゥルドゥね、ニワトリね、ケコッコね。あ、じゃあそれ出ないんだ。それしか知らなかった。ニャーニャーじゃなくてミャーオミャオみたいな。あ、それ出るかも、言わない方がいい。カットしてください。私が知っちゃうから。それちなみに、はい、今回も怪人に最もダメージを与えただろうという人にはオリオンのかけらがもらえますから、今日も頑張りましょう。ありがとうございます。では動物の鳴き声、思ってたんと違う怪人とのバトルスタート。問題、パンダの鳴き声はどんな鳴き声。あ、これなんだっけ、結構低いんだよな。あの選択肢とかもないから、パンダの鳴き声、バウ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 。意外とキュン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 、ね、全然高かった。え、合ってるよ。キュンキュンキュン。ほらー、バイ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 。怪人、最近パンダのスッピン見たばっかり。続いてキリンの鳴き声はどんな鳴き声。もー、なんで知って。あ、私キリンさん好きだからやっぱね。うん、もっといい声で鳴けばよかった。モに濁点だよ、だってボー。はい、次、続いてシマウマの鳴き声はどんな鳴き声。これこそキューキューじゃないの。キューキューじゃないか、シマウマ。あ、バウ、あ、あ、あみたいな。じゃあバウバウ。あのさ、動物が動物を捕食してるシーンとかよく 見るんだよね。やめてよ、ちょっと。食物連鎖を見るんだけど、その時に結構シマウマさんってやっぱ食べられがちじゃん。弱肉強食。そうそうそう、その時叫んでる。あ、バウちょっと惜しい。バウ、バウが惜しいから、ボウ、ベイベイ、デイデウデウ、ゴーゴー、ゴー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 、ワーワー。やー、続いてアライグマの鳴き声はどんな鳴き声。ラスカル。私ラスカルの歌歌えるからな。キューキューです。確かにラスカルは高いっしょ。高い声で鳴いてるよね。低くなくですよね。くるくる、やだ、くるるるるるるる、かわいい。くるる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 、すごい萌ちゃん。はぁ、ラスカル、ラスカル。続いてでれん、カワウソの鳴き声はどんな鳴き声。キューキューです。早っ。カワウソ飼いたかったんよ昔から。続いてカワウソはキューキューキューです、ね、ペンギンの鳴き声はどんな鳴き声。ギーギー。ペンギンといえばアミちゃんみたいなとこある。あるでしょ。ペチペチペチ。それ歩いてる。ギュキュ、え、キューキュー、キューキューキュー、ギューギュー、ギュギリギリ、ギュッキ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 ュリキュリ。キュル、キュルブー、キュル、キュルブー。キュルブー、ブー、ブー。当てたくなかったな。キュルブー、ブー。続いてロバの鳴き声はどんな鳴き声。ヒヒン。ベーベーベーバー。ロバのバー。バー。ほんと文字起こしやばい。バーやばい。続いてヤギの鳴き声を英語で表現すると、メーはメーだから、まあも、もー濁点。バーベイ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 。あ、またドウドウドウ。あ、汚い。ブリ
ブリブリ惜しい惜しいんだ ブンブンブリブリブリが惜しいブリュ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 ブチュブチュブチュ汚い汚い汚いこれ放送していいの？いやだ女性声優がこんなにさブリブリとか言っちゃダメだよビュビュブブチブチブチブリプリプリプリブリュブーリーシンプルだからシンプルブーブーで汚いんだよ汚いのかだからブリブチブリほぼ合ってたじゃん合ってたよほぼということで動物の鳴き声思ってたんと違う怪人は無事にオリオンのかけらへと変わったわありがとうございます体を張った甲斐があったね、はい、それではごくごくいっちゃってくださいいただきますはブルーベリーブリブル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 ベリベリベリブドウブドウかブドウでしたブド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 ブということでこんな感じでリスナーの皆さんから困っていることを募集しますそれは怪人の仕業かもしれません以上音声戦隊サンドリオのコーナーでしたサンドリオンザレイディオ飛ばさないで消さないで最後まで聞いてほしいんだただ4分間だけの奇跡お送りしてきましたサンドリオンザレイではそろそろエンディングのお時間です番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオンへのメッセージ各コーナー宛てのメッセージなどをお待ちしております宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送超 A&G プラスサンドリオンザレディオまでメールの場合はすべて小文字で son@joqr.net son@joqr.net ですまた番組ツイッターで私たちの写真もアップされるのでぜひフォローしてくださいそして番組のアーカイブが毎週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますのでもう一度アーカイブでも楽しんでくださいそしてサンドリオンからのお知らせですサンドリオンフィフスアニバーサリーライブ Going Our Way のブルーレイの発売が決定しました発売は8月31日水曜日ですリリースイベントも予定していますので続報をお待ちください、はい、また9月3日シダックスカルチャーホールにてドリステの開催が決定しましたチケットの詳細後日お知らせしますのでお楽しみにはいそしてさらにサンドリオンの次回のイベントワンマンライブが10月8日土曜日山のホールで開催されますサンドリオンハロウィンパーティーのチケットはお見送り付きサンドリオンチアフルライブ LLL のチケットはノーマルシートとプレミアムシートに加えて今回初の試みお求めやすいビギナーシートもございますのでまだサンドリオンのライブに参加したことがないよっていう人もこの機会にぜひ申し込んでみてください、はい、ちょっとねあの最速先行抽選がちょうど終わって当落、はい、が出た頃だと思いますので、また別の、ね、チケットの申し込みがあると思いますので、うんうん、お知らせまたね、はい、ツイッターとかでするのでよろしくお願いします、お願いします。その他サンドリオンに関する全ての情報はサンドリオン公式ツイッターをご確認ください、はい、ということでね、うんいやーねー動物もね奥が深いよ ねやっぱあのやあと国が違うと感じ方も ね、うん、違うからね本当にえでペンギンなんだっけペンギンはピんプんペンギンキル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 ブーなのでね皆さんぜひあの検索してペンギンの鳴き声聞いてみてくださいね、うん、はいよろしくお願いします、はい、それでは次回も私たちがパーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今回はこの辺でお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイバイ。